はい、皆さんこんばんは。ですね、今日は割と大きめの消しゴムになるんですけれども、今日届いたのでもうかなり嬉しく紹介させていただきたいと思います。ですね、今回買った消しゴムなんですけれども、フェバリットという滋賀県の彦根市にある会社になります。ですね、消しゴムの専門店というよりはこういう動物のフィギュアとかですね、あとはまあ文房具とかストラップとかこういったものを販売する会社になっているんですけれども、ですね、ディノ消しというこういった、恐竜のリアルな骨の造形の消しゴムとか、あとは海消しという、まあ、ペンギンとジンベエザメの消しゴムというのが販売されてたんですね。で、こういった品になります。猫がちょっとうるさいんで途中一旦中断するかもしれないんですけれども、ご容赦ください。はい、はい、こちらがペンギンのフィギュア、ごめんなさい、フィギュアじゃなくて消しゴムになります。すごい大きいですよね。重みもすごいんです。もう本当に普通に飾って置いておけるぐらいのすごい迫力のあるフィギュアになってます。はい、こちらですね、で続きましては、ですね、ジンベエザメの消しゴムになります。テンジクザメ目ジンベエザメ科に属する世界最大の魚であり、サメの中でも最大の大きさを誇ると言われてますね。ですね、ちょっとこれ台座から外しづらいんでこれだけでご紹介します。はい、このバタンバタンという音は今うちの猫が応援歌をしているところです。私が実況を始めるとなんかすごい勢いで騒ぎ出すんですよね。なんかやっぱり飼い主の気が別の方向向いてるのがすごく嫌みたいで、はい、まあ頑張ってやるんですけれども、こちらが赤に。そして、ですね、実はあと4つあるんですけれども、なかなか、一気に紹介できそうにないので、今日はこちらの、人骨のフィギュアで紹介の方は最後になるんですが、こちらがですね、もう本当にこう消しゴムの枠を超えてますよね。こういう感じでですね、開くんですよ。パカパカ開くんですね、ここが。そして
なんと顎も外れます。こういった形で、これはですね本当にすごいなと思いますね。私割とこの人の頭蓋骨とか使っていろいろやる仕事なんで、まあ、どんな仕事だってツッコミ受けそうなんですけれども、すごくこう仕事にも役に立ちそうだなと思いますね。もう、うん、まあ声は至って落ち着いて喋ってるんですけれども、かなり嬉しいです。まあ嬉しいのもあり、こう軽い気持ちで始めた消しゴムコレクションがなんかとんでもないところに来たなっていう不安もありますよね。これ果たして消しゴムなのかなっていう、これ消しゴムっていうくくりで考えていい造形物なんだろうかっていうぐらい完成度が高いんで、正直戸惑っていたりもします。すいません、長々と語ってしまいましたが、本日はですね、消しゴムの動画を紹介いたしました。バイバーイ。